ペドロエリアス・ザ・ドゥナイス・キーは、アルゼンチンのロサリオ出身の天文学者、数学者、土星の衛星のフェーベや、ハレー彗星の軌道を計算したことで知られる。ロザリオ国立大学に入学、同大学では、土木工学、応用数学、天体力学などを学んだ。ブエノスアイレス大学やラプラタ国立大学で、教鞭を取り、2009年10月7日に亡くなっている。 2000年には、彼の教え子より発見された、小惑星がザ、ザドゥナイスキーとして名付けられた。ペドロエリアス・ザダネスキー、1917から2009、マシュマティションアストロナマーエーデッド・ユーエスイン、スペースレース・ウィズ・ラッシュンス。シカゴトリビューン、httpwww. シコゴトリビューン .com、ニュース、キオビット・ザダネスキーフット09、0。レイ 155万1146ストーリー2009年10月17日閲覧。ザダネスキーイコール 1951WM2 イコール 1976DK イコール 1978NG3 イコール1980素 1MPC2021 年8月26日閲覧。ありがとうございます。